はい、どうも皆さん、YouTube のリーでございます。さて、今回はですね、前回に続いて、ちょっとリリー演奏法第1部やっていくって言ったんですけど、前、一番最初に上げた動画でメロディー編ってやったんですけど、ちょっと一回順番を前後しまして、リズムからちょっとお話をしていこうと思います。これができている、できていないで、かなり演奏の完成度がね、違ってくるんで、よかったらぜひ、最後までご視聴ください。では、本編どうぞ。まずリズムって言っても様々なんで、ちょっと今日どういう話なのって話をするんですけど、まあ、アクセントですね。はい、アクセントってまあすげえ基本的な話なんですけど、白頭をしっかりやるみたいな。で、変拍子、早い拍子、ゆっくりした拍子、全部このアクセントがすごい重要になるわけです。はい、今ご覧になってる楽譜は、これまあ今度アップされる曲なんですけど、このね、一番最初のね、このメロディーはもう誰でも知ってますよね。ちょっと聞いてみましょう。はい、この曲なんですけども、まあもちろん今このピアノって今指定した音、このベロシティってこれ強さのことなんですけど、速さね、本当は。まあ音の強弱で言うと、このソフト内では49っていう数値です。で、49で全部統一されちゃってるせいで全部のっぺりです。これにアクセントをつけるとどうなるかっていうのをね、ちょっと今回話していこうと思うんですけど、今回ってなんだ、このアクセントができてないと全部こうなるんですよ。アクセントってないとリズム感がなくなってしまうので、例えばこの曲だったらね、この頭がすげえわかりやすいんですよ。白頭がタンタタタララ、このタラララの部分とタン、このなんだろう、音が飛び出るところがあるっていうか、これが白頭にしっかりあるおかげで、ちょっとリズミカルに聞こえてはきます。ただ基本的にこれ全部のっぺりなんで、例えばこれが全部16分音符とかになってたら、もう全然リズム感ないですよね。はい、全部一緒なんです。なんですけど、ここにアクセントをつけるとどうなるかっていうと、っていうのをちょっと話していくんですけど、前回ね、英語に例えてちょっとお話ししましたよね。今回も違うものに例えてちょっとお話をしていきます。なんでこんなに基本的なものの話をどんどん繰り返すのかっていうのをちょっと見ていきましょう。じゃあ次ね、ちょっとここのね、美味しいものをちょっと画像を見せます。メッシェロになったらすいませんね。はい。これ何の料理ですか？はい。知ってる方はね、もうすぐ答えられます。ボロネーゼです。なんですけど、例えば、友達がね、ちょっと料理できるんだ、つって料理して作ってくれました。これを。美味しそうですね。なんですけど、塩がしてませんでした。あれ？美味しいんだけど、肉の味も感じるし、野菜の味も感じるんだけど、塩がしてないな。で、この状態で後から塩振ってもこれもうダメなんですよ。この状態になったらもう救えません。なんでかっていうと、塩味によってまとまってないからなんです。この、塩味っていうので、この料理の味、例えば肉の味とか、野菜の味とか、ワインのコクの深みとか、そういういろんな味が、一個塩っていうものでまとまんなきゃいけないですね、料理って。じゃないと、例えばこのパスタがね、もっと、ちょっと太めのやつで、とか、なんかめっちゃいいやつで、だったら、ちょっと香りが強かったりするんで、するとこのパスタの香りに負けちゃっても、大変なことになります。塩し忘れたら。この、今話したちょっと料理のお話なんですけど、この塩みたいなもんなんですね、アクセントって。アクセントがうまくいってないと、まとまらないんですよ。まとまらないせいで、例えば、演奏者が表現したい、なんか事柄があって、で、本人はね、ちゃんとアクセントもつけたし表現もしているつもりですみたいな時でも、でもこの料理で言えばね、これ料理初心者がよく犯す間違いなんですけど、まあ、ちょっとでも塩振ればいいと思ってるみたいな。違います。ちゃんと塩味がしないといけないんですね。アクセントもそうなんですよ。アクセントがちゃんと聞こえるぐらいにはその違いをつけていけなければいけないと。じゃないとアクセントとして認識してもらえません。アクセントとして認識してもらえないとどうなるかっていうと、本人が意識していたはずのこの音の違いが、特に遠くにいるお客さんですね、ホールで言うと聞こえないんですね。聞こえないとやっぱりさっきのこの機械演奏、これまだ何も指定してないから、さっき結構のっぺりだったでしょ、やっぱこれに聞こえてきてしまうんですよ。ここまでひどくないにしても、ちょっと微妙やなとか、あんまり印象に残んないなとか思われちゃうんですよ。というわけで、アクセントはしっかりしなきゃいけないっていうお話でした。
で、ちなみにアクセントをちょっと辞書で調べてみましょうね。ここにまあいろんなこの意味がここあるんですけど、音楽で拍子の強く演奏される部分、強制部、まあここがみんな普段意識してる、まあ、アクセントっていうものだと思います。なんですけど、こうじゃなくて、例えばですよ、ここ1、あと2、このここの5、この5っていうのは言語ね、言語について社会的慣習として決まっている相対的な音の高低または強弱の配置、つまり俺が今話しているこの言語の強さ弱さみたいな強弱で、これ日本語でやるからちょっと今あの変な感じになってるんですけど、英語だったらね、 Accent is very important、はい、みたいな感じで、あの普通に、まあ、大体のヨーロッパ言語そうなんだけど、あのアクセントが決まってるんですよ。アクセントなしでやるとどうなるかっていうと、例えばアクセントは大事ですっていう感じで、これ書いてあるんだけど、若干日本語は高さアクセント、うん、音の高さをつけないと、まあだから抑揚がないように聞こえるよね。でもよく聞いてみると、こう強さっていうのはあんまり関係ないよね。よく聞いてみると強さっていうのはあんまり関係ないよね。よく聞いてみると強さっていうのはあんま関係ないよね。はい、強さはあんまり関係ないことがわかると思います。なんですけど、英語は強さ大事なんですよ、すごく。 Accent is very important。 高さはね、あんまり関係ない感じですね。 Accent is very important。 全部同じ音高でもね、まあ、強弱をつけないとどうなるかっていうと、 Accent is very important。ちょっとね、まとまりがなくなってくるんだよね、やっぱ。単語一個一個がちゃんと聞こえてこないんじゃないかな、多分。この語法っていうのが、かなり密接に音楽は関わってきます。なんて言うんでしょう。もともと、楽器っていうものもさ、大元をたどると、人間の歌声をイメージして、それを、この、いろんな楽器を作る際に、この楽器で歌う歌。っていう風な感じで、この楽器ごとの曲を作ってるんですね。だから、そこにはもちろん、そのメロディーの作り方も、もうそもそもアクセントを前提として作っているっていう感じがあります。なんですけど、特に日本人は強さアクセントに慣れてないんですね。強さアクセントに慣れてないから、いろんな演奏がちょっとのっぺりしやすいんだよね、全体的に。特に学生。なんですけど、やっぱり、向こうの音楽をやってるんで、向こうの音楽の起源は向こうの言語です。で、向こうの言語はやっぱアクセントがあります。っていうことで、この強さアクセントについて、しっかり、把握しないといけないっていうお話になります。じゃあ、実際どないすればええねんと。はい。じゃあ、実際どうするのかっていう話をちょっとやっていきたいと思います。はい。じゃあ実際どうすんのかっていう話なんですけど、これさっき見たね、ここのベロシティってやつね、これ。じゃあまあ元が49ですと。なんですけど、こことここをじゃあちょっと、この2つね、この2つをちょっと調整してみましょう。こことここですね。だからアクセントがつくところです。じゃあ例えばですよ、これを53ぐらいまで、ちょっと、ほんのちょっと上げました。このほんのちょっとでアクセントは感じ取れるんでしょうか？ちょっと聞いてみましょう。聞こえなくはないんだな。ちょっとね。ただこれを、なんか、ね、ちゃんと響いてるホールで聞いてわかるかって言われると微妙だよね。じゃあこれを、70ぐらいにしてみましょう。ちょっと大げさっぽいですね。ただアクセントしっかり聞こえてきますよね。まあ、もうちょっとだけ下げよう。62とか。はい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 。まあ、こんなもんなんです。これぐらいはしなきゃいけないんですけど、まあ、じゃあ数字上だけでもね、ちょっと見てみましょうね。49と62やから13違いますね。13っていう数字は、この49から見たら、まあ、およそ3分の1よりちょっと少ないぐらい、4分の1よりはちょっと多いぐらい、みたいな感じですよね。あれ？音の強さを3分の1ぐらいも強めたらちょっと強いんじゃないの？このピアノの音量に対して強いんじゃないの？って思う方がいっぱいいると思います。なんですけど、アクセントとか、そもそもメロディーラインはちょっと強めに弾きます、そもそも。皆さん。ちゃんと聞こえなきゃいけないんで。この、ベロシティ49で言うと、他の伴奏とか、内声は、この49でいいんですよ。49って指定されてたら、仮にね。なんですけど、メロディーは、そもそも、さっきやったあれで言うと、58ぐらい、ちょっと強めに弾いた方がいいんですよ。で、さらにその中で、アクセントを表現しなきゃいけない。じゃあ、さらに13度押せれば、71まで強くなるよね。71は多分、機械上だとちょっと強いかもしれないんだけど、思ったより強く聞いた方がいいです。じゃないとメロディーラインとしてくっきり入ってこないんですよね、耳に。そして他の伴奏と差をつけるっていうのはかなり重要で、しかも難しいです。
下手すればそれを忘れちゃって、その左手で弾いてる伴奏とかが大きくなっちゃって、音量バランスが崩れて、ちょっと全体的にあれ、ここピアノのはずなのになと、雰囲気に合わないなとかなっちゃうかもしれないんですけど、そのリスクを、まあ、承知でこの右手の特にアクセントは強く弾かなきゃいけませんっていう感じです。はい、音量の差をつけなきゃいけないんですね。それも遠くで聞いてもくっきりと残る差っていうことは、思ったよりは強く弾いた方がいいです。はい、いかがだったでしょうか。お料理に例えるとですね、さっきのボロネーゼのレシピで言うと、まあ、塩の扱いってやっぱいっぱいやって覚えなきゃいけないんですよ。これぐらい入れればこれぐらいしょっぱくなるとか、この調理法だとこれぐらいでいいとか、冷たい料理だからちょっと抑えた方がいいとか、いろいろあるんですよ。で、そういうのって音楽も全く同じことが言えるんですね。ここはゆっくりなテンポだからとか、ピアニッシモの部分だから、静かな部分だからアクセントはちょっとどれぐらいいいとか、でもこの曲はリズミカルな曲だからやっぱアクセントちょっと強めに出してった方がとか、本当にいろいろあるんですけど、特に変拍子とか早い拍子遅い拍子、もう曲によっていっぱいいろんなアクセントの使い方があるんですけど、それは本当に料理の塩と同じでいっぱいやって覚えなきゃいけないんですね。なんですけど、このアクセントをうまく扱えるようになれば、次の段階の話ができてきます。はい、では今回はどうだったでしょうか。面白い、ためになった、リーさんかっこいいってなった方は、チャンネル登録、グッド評価ぜひお願いします。ではミューズチューブのリーでした。